こんにちは、DI カミノーラ店長、たくまです。こんにちは、DI カミノーラひかりです。はい、では本日の動画はカラフルなアイウェアで魅力的、アンバルタイの新作のご紹介でございます。イエイ。本日ですね、まあ、久々ですかね、アンバレンタインの新作をちょっとご紹介させていただこうと思います。まあ、アンバレンタインってやっぱりカラフルで、はい、形もポップで、まあ、ちょっとアーティスティックでこうデザインチックでですね、すごい可愛いアイウェアがまた新作として入ってまいりましたので、ちょっと、ね、あのご紹介していくのでお付き合いいただけたらなと思います。はい、では早速とカメラマンさんに寄っていただいて、こちらへの新作になってまいりますね。すごいですね、カラフルですね。やっぱりアンバレンタインってやっぱあの常々すごい個性的で可愛いフレームがいっぱいあるなと思うんですけども、うん、今回なんかはちょっとポテト感のあるこのメタルフレームだったり、やっぱちょっとオレンジだったり特徴的なカラーのものが入ってきております。はい、まあ、であのアンバレンタインのまずブランドの紹介になるんですけれども、一応ですねフランスのトゥールーズという、ちょっとどちらかというとフランスでも南の、はい、こっち割と地中海寄りの方ですね、なんかパリとかではなくていうと感じになるんですけど、まあもともとアンさんとバレンタインさんの、モデルなのでアンバレンタインというモデルになってまいります。今ですね、メーカーさんに聞いたところ、デザイナーさんが5人いるらしくてですね、さっきちょっとちらっとお見せしたんですけども、なんかモデルでですね、やっぱ雰囲気が全然違うっていうのも特徴で、はい、なんかアンバレンタインの中にブランドの中にいっぱいシリーズがあるんですよ。でその中のシリーズでこう結構あのブランディングというかデザインがですね少し異なってくるので、本当にいろいろな面が見える素敵なブランドだと思います。まあそんな新作をご紹介していきます。はい、では早速ひかりさんにかけていただきました、こちらメカトニックという新作のですね、カラーが 22C53 のサイズが 42-25 のレンズサイズが少し小ぶりなモデルになってます。ふっくり感が可愛いですね、これ可愛いです、これ可愛いですね、はい、なんか全体的なフォルム、結構こういう八角形みたいなフォルムってアンバレンタインの結構お箱的な形ではあるのかなと思うんですけど、やっぱここのなんかここのこの丸い筒のようなシリンダー状の長板、めちゃくちゃなんかポイントになって、僕すごい新作の中で気になったモデルの一つなんですけども、なんかやっぱめちゃくちゃ可愛いですね、おもちゃっぽさというか、そうなんかいい感じのですね、はい、トイライクな感じがもう本当に可愛くてっていうモデルなんですけども、はい、今回こちらのですねメカトニック、実はあの先ほどアンバレンタインってそのデザインごとにいろいろシリーズがあるんですよっていうふうにお伝えしたんですけど、実はシリーズも、新しいシリーズでメカニクスというシリーズになっております。で先ほど結構筒状のこういう長板がこう特徴的だなと伝えたんですけど、これですねフランスにあるですねポンピドゥセンターっていうですねパイプがですね結構その外装についてるような建物があって、なんかそこの建物に着想を得たモデルらしいです。結構ですねテンプルの先までこういう風にちょっと丸みのある、うん、なんかパイプのようなディテールが施してあって、これ色違いのネイビーとブラックなんですけど、男性がかけてもめちゃくちゃうん、かわいいですね。いいですね、はい、やっぱこう建物をこうモチーフにしてるだけあって、やっぱ建築士とか、ね、何かこう作る方、うん、まあ、こうクリエイティブな方にかなり刺さるような一本になるんじゃないかなと思っておりますけれども、フロントのですねやっぱ厚みが、これ実はメタルフレームなんですけど、なんか厚みがやっぱあるんじゃないですか。ちょっとこのぷっくり感がなんかメタルフレームってどうしてもこうすっきりでちょっとこう硬質的なイメージになるんですけど、まあなんかそういうイメージを覆す本当新しいメタルフレームかなと思います。まあ、ちなみに厚みがあるん でサイズも割とちっちゃめなので、うん、強度禁止の方でちょっとこうメタルフレーム前から見た時やっぱ細いんでですね、こういうちょっとメタルフレームみたいな雰囲気にチャレンジしたいな、まあ、かけてみたいなっていう方にもすごくおすすめできるモデルだと思います。ではたくま店長がかけてるのがメカボルドというモデルで、サイズが 42-25、はい、カラーが 22C45 となっております。はい、はい、どうでしょう、これめちゃくちゃ形可愛くないですか。なんかパッと見ラウンドなんですけども、上がですねまっすぐストレートになってるんですよ、はい、なんかクラウンパッドではないですけど、うん、なんかこうなんか不思議な形でですね、やっぱここのディテールでレンズもそうだし、これ 42-25 なんで小ぶりなので、まあ本当に強度禁止で目がちっちゃくなるのが気になるな、だったりちょっとレンズの厚みが気になるなっていう方にはすごくおすすめで、ね、光さんがマイナス7ぐらいじゃないですか、はい、左右姿入れればこのフレームが多分ですね収まると思いますね。そのぐらいの結構肉厚フレームで、はい、やっぱでも説明がこれめちゃくちゃ面白かったんですよ。ラブよりピースサイモンよりガーファンクルが好き、よくわからないですらしいです。なんかこのメガネはサイモンよりガーファンクルが好きらしいんで、はいはい、
はい、ラブよりピースです、ね、ラブよりピースです、はい、僕はラブも大好きですそう以上ですでは続きましてこちらもですね、新作のご紹介です。こちらですね、リプレイというモデルの 22C から何でしたっけ。 22C54 です。54ですね、はい、でサイズがこちら43-24と、こちらもちょっと小ぶりなモデルになっております。で形は先ほどと同じ、モデルで出てきた8掛け、やっぱこうアンバレンタインらしい8掛けだと思うんですけど、やっぱですね、なんかシリーズが違うとここまで違うんだなっていう、めちゃくちゃ可愛くないですか。なんかさっきの、メカニクスのモデルはどちらかというと立体感が出るモデルだったんですけど、なんかこう平面的でかつこう色の切り返しもこう全体的なこうなんて言いますかね、2本の糸がこう1つに束ねられているようなですね、縦の糸はあなた、横の糸は私ではないですけどまあそんなイメージがあるのかなと思います。なんか色が違うものがこう絡み合って一つのものを織り交し合っているようなデザインが、めちゃくちゃ僕これ新作の中だと一番好きですね、個人的には。なんかさっきのやっぱスーパーボールドだと厚みがあるんで、なんかちょっとこうプラスチックフレームとの境目っていうのが難しいかなと思うんですけど、はい、なんかこっちは割と薄、まあ、ラインが薄めなので、まあ、メタルフレーム感はしっかりありながらも、なんかアンバレンタインだしミニマルかつこうデザインチックな、まあ、コンテンポラリーなデザインが魅力的な一本なのかなと思います。ちょっと色違い僕かけてみますね。こちら一応 22C55 というカラーになっておりますけども、どうですか、男性がかけてみる。でもなんか白だからすごい映えますね。あ、そうそう、毎日白で僕は、はい、映えます。そう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 、メガネが映えるために結構白い洋服着てるっていうのもあるんですけど、こっちの色はですね、上がブラウン、これインサートベースになるかなと思うんですけど、ブローラインがブラウンで、ダオレンジで、こっち下がネイビーになるので、なんかブローって言ったら上が黒いイメージあると思うんですけども、なんかちょっと眉毛、僕みたいな濃いめの方がちょっとブローかけるとたまに重たくなったりするんですよ。なんかそういうのがあまりな いですね、はい、稀有なモデルかなと思いますので、なんか男性女性ともにちょっと注目していただきたいモデルかなと思います。はい、続いて4型目がオズバルド、はいはいはい、サイズが 48-26 となっております。はい、はい、こちらですね、 QC16、まあ、16というカラーになるんですけれども、はい、これですね、以前からフォールドというシリーズの、新作になります。ちょっとサイズを聞いていただいただけでも分かると思うんですけど、かなり大きめ、横幅は、ね、はい、広めです。僕のお顔サイズがですね、137とか 7.58 ぐらいなんですけども、結構ここに空間が余るぐらいの幅感なので、どちらかというと本当にお顔も中ぐらいから大きめの男性向けの、サイズ感になるかなと思います。めちゃくちゃでもこれスクエアの形がめちゃくちゃかっこいいですよね。確かに、はい、なんかですね、アンバレンタインってどうしてもカラフルだったり、うん、ちょっとコンテンポラリーなデザインなので、普段使いやっぱりどうしても難しいかなっていう方も中にはいらっしゃるんですけど、なんかその中でも仕事いけそうでもかけていただけるし、ね、はい、なんかビジネスかつ、まあ、お客様だったり、はい、やっぱこう、はい、なんて言いますかね、対人で柔らかく見えるようなデザインがアンバレンタインらしさも残してるかなと思いますね、はい、まあ、なんといってもやっぱりフォールドってこの立体感のあるブリッジのプレスだったりをかけてるようなモデルになるんですけれども、はい、やっぱこのマットな質感ってやっぱ男性意外と好きですよ。あ、男性じゃないなんかマットな感じ、はい、男性好きなんですよ。あ、そうなんですね、うん、なんか渋みがあるというか、はい、同じツヤありでもなんかエレガントさよりもどちらかっていうと煙たさ、はあ、言ってました、ね、さ、はい、があるというか、僕はすごく好きなモデルなので、でなんかお顔大きくて、なんかアンバレンタインって全体的にちょっとちっちゃめのモデルあるじゃないですか。それこそさっきまでのモデルって結構ちっちゃめだったんですけど、はい、なんかアンバレンタインのデザイン好きだけどちっちゃかったな今までみたいな方にチャレンジしていただけるような一本になってるかなと思います。はい、ではこれですね、実は一本色違いもかけてみました。どうでしょう、はい、なんか赤も今までの赤よりちょっと深みがあるのかなっていう感じがしますね。そうなんですよ、はい、定番で出てるですね、アンバレンタインのこういう赤よりもちょっとこうシックで締まりのあるちょっとこう濃いめの赤なので、本当に男性にかけていただけるっていうかですね、うん、かけてほしい赤かなと思います。まあ、もともとこのフォールドっていうモデルが割とメンズ向けのシリーズになってるっていうのも多分その設定の裏になるんじゃないかなとは思うんですけども、やっぱちょっとこういうなんかアンバレンタイン不思議です
ですよね、やっぱり、はい、こういう赤かけてもなんかどことなくかける感を醸し出せるというか、わかります、はい、なんか物で見るとやっぱりうわ派手かなと思っちゃうんですけど、はい、かけた後のお意外と俺かけれるかも感はやっぱここ唯一無二の存在感かなと、はい、アンバルチャイってやっぱすごいブランドだなと思っております。では5片目になります。ついにサングラスの登場でございますけれども、こちらモデル名がスポックというモデル、サイズが43-26のか、今、ひかりさんにかけていただいているカラーは 20D08 というカラーでございます。もうパッと見でめちゃくちゃ個性的ですよね、はい、僕はすごい大好きなんですけど、はい、どうでしょうかね。なんかこう前はもうマットブラックと黒のこう切り返しだし、横を見てください。ちょっとですね牛っぽい、あの牛の柄っぽい感じでですね、あの入ってて、もう物として見てもかなりキュートではあるんですけど、形がなんせ四角中の四角、はい、もうスクエア、はい、めちゃくちゃスクエアじゃないですかなんかこんなん見たことないみたいなサングラスで、はい、なんかどんなシーンで使えばいいんだろうって絶対みんな思われるんですよね。間違いないですね、はい、どうでしょうね、どこですかね。僕はですね、あのすごいなんかトイドールズっていうバンドがいるんですけど、やっぱなんかちょっとこうクリエイティブに活かしたい方とか、まあ、どちらかというとちょっとカルチャーチックにちょっとこうパンキッシュにこう僕はかけたいなっていうイメージなんですけど、女性とかだったらどうですか。女性だとそうですね、やっぱりかなりこう個性的な形なので、はい、もうあえてシンプルにオールブラックに合わせてちょっとこう買う柄をスパイスにとか、なるほど、ギャルソンみたいな、はい、あそんな感じですね。ギャルソンとか、ね、はい、とかそうですね、あとはもうシンプルに T シャツにベルボトムのデニムとかそういうのに合わせられるのもすごい可愛いんじゃないかな。パフィー可愛いと思います。アジアの準備今マックの CM が CM やってるんで、はい、その感じとかに合わせるのもそのおもちゃ感が引き立って可愛いのかなとは思いますね。確かに、はい、ということはちょっとこうバカンス感もあるっていう感じですよ ね。なんとなくこう、うん、デニムにシャツにこう軽やかな、はい、ちょっと南国に行ったりってもありだし、はい、なんかやっぱヨーロッパのフレームなんで、うん、なんかこう古城街というか、 なんか古い街並みのなんか城とかが並んでいるようなですね、はい、ヨーロッパのフランスのパリだったり、まあ、あのレンガ造りの街並み歩いてもかっこいいかなと思うんですけど、はい、なんだかんだやっぱ僕タイとかフィリピンとか、はい、ベトナムとか、はい、マレーシアとか、まあ、なんか南の方ではあるんです、はい、なんかあの辺りのちょっとこうアジアでも少しこうまだなんて言いますかね、プリミティブとかちょっと原始的な匂いが残るところにさらっとこうガツンとかけていってもかっこいいのかなと思ったりは僕はせざるを得ませんじゃあこちら最後6本目でございます。こちらですね、同じシリーズのスパークというモデルでございますね。まず名前がめちゃくちゃかっこいい、はい、スパーク、はい、はい、でサイズがですね44-28サイズのカラーが、これ何カラーでしたっけ。20D05 です。 20D05、はい、まあ、これもめちゃくちゃカラーも特徴的ですよね、はい、ちょっと表がかなり明るめのキベッコーに、横がミントグリーンですかね、うん、ミントグリーンみたいな、はい、柔らかい色味で、で僕髪短いんでちょっと分かると思うんですけど、やっぱここのあたりめちゃくちゃ直線的で、横から見てもちょっと個性的ではあるんです、やっぱ男性が描けると、うん、これどうでしょうね。僕使い方最初難しいかなと思って、まあ、かけたら意外としっくりきたんで、はい、あのね、今回セレクトさせていただいたんですけれども、はい、僕はですねメガネにしたいかな、あえて。で意外とメガネにするとかけやすいのかなと思います、ね、はい、形が何といってもさっきの ドスクエアではなく、はい、まあ、あの馴染みがあるボストン型っていうところで、はい、意外とこの辺りがスパークしちゃってるんですけど意外とかけやすい形だなと思います、はい、まあ、さっきの見慣れてしまったっていうのも多分多少あると思うんですけど、多少は、はい、なんか実際見るとやっぱえぐい個性を出してるモデルだとは思うんですけど、なんか女性とかかけたらどうです。女性とかがかけるのであれば、女性とかがかけるのであれば、うん、でもやっぱりメガネが主役になるのかなっては思うので、まあ、そうです、はい、間違いない。そこはですね、切っても切り離せないですよね、はい、絶対メガネが主役になるんで、もうかなり、はい、楽しんでほしいなっていう感じで、シンプルな服装に合わせたりとか、確かに確かに、柄物であればでも同系色のブラウン系とかで合わせたらそんなに喧嘩はしないのかなとは思います。なるほど、まあ、あとなんかこう結構切り返し、色の切り返しもそうなんですけど、こういうマットなところと照りがある部分のかなりこう切り返しがこうあって、なんかいろいろガチャガチャガチャって組み合わせられてるみたいな雰囲気なので、僕ですね
女性だと堺とか洋服着られる方めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います、はいはい、なんか堺もどちらかというといろんな生地買ったり、はいね、みたいなですね、ちょっとこうコンテンポラリーのデザインのものが多いんで、ああいうちょっとこうなんていうんですか、ドメスティックのモードブランドにめちゃくちゃ合わせてほしいなっていう一本でございます。では本日はアンバレンタインの新作をご紹介させていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。ちょっと今回もですね、やっぱ可愛くてこう魅力的なもうアンバレらしいフレームがたくさん揃っておりますので、皆さんぜひご注目してみてくださいですね。まあ、アンバレもそうなんですけど、やっぱこういう個性的なものってやっぱこう趣味があったりですかですね、あるんですけど、結構趣味といえば、僕光さんにあんまりこう光さんの趣味を聞いてなかったなと思って、休みの日何してるのか、結構話はするじゃないですか。まあそうですね、おしゃべりはしますね。おしゃべりはするんですけど、はい、なんか趣味の話ってなんか趣味とかあります？趣味は超インドアなので、スーパーインドア、スーパーインドアなので、マック食ってスーパーインドアってやべーすけど、もうはい、うん、デリバリーしてみたいな家から出ないみたいな、ね、そうですね。でも休みの日ゲームするか一人でカラオケに行くか。一人でカラオケはめちゃくちゃ気になりますよねみたいな感じですね。なんかちょっと聞いた気はするんですけど、はい、何歌うんですか一人でカラオケって。一人でカラオケに行って、でも多分うすうす気づいてると思うんですけど、はい、声がすごい低いんですよ。あ、なるほどなるほど、まあ、女性の中ではっていう感じですよね、はいはい、なので基本的に男性の曲。おー、はい、男性の曲歌うんですね。はい、秋川雅史みたいな。一発目は絶対サカナクションって決めてて。あ、サカナクションなんですね、はい、一発目絶対サカナクション。喉が開くんですよ。あ、なるほどなるほど、喉、はい、プロじゃないですか喉開くってもプロじゃないですか喉が開くので一発目。ちなみになんか歌う曲は決めてないですか。いや、サカナクションを歌う曲はなんかいくつかあるんですけど、はい、まあそこはちょっとちょっとこう非公開、そこは非公開なんですね。非公開で難しいな、そこの非公開で。なるほどなるほど、はい、まあ、こんな一面もあるということなのでちょっと面白いですね。皆さん光さんも注目して見てみてください。では本日の動画は以上でございます。こちらの動画がいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録、あとよろしければコメントの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。